べ物でしょ。これはご飯。ご飯のチュチュルチュルチュル。みなさんこんにちは。こはたいチャンネルのこはるです。チャンネル登録よろしくお願いします。今日はえにしくんからの交換日記を書きたいと思います。です。先週の木曜日から始まった新企画、エニコハエニッキーです。交換エニッキーで、前回のエニシ君からの質問覚えてる？うん。好きな食べ物何ですかって。じゃあ小春ちゃんにエニシ君からの質問は、好きな食べ物は何ですか？何の食べ物が好きですか？そう、好きな食べ物は何ですかって言ってくれたので、今回はその答えを書きたいと思います。小春ちゃん、絵描ける？じゃあ、早速書いていこっか。ペニシ君からの質問、嬉しいね。あ、そう、字は書かなくていいからね。次は絵だけね。これはご飯、ご飯のチュチュルチュチュル。あともう一個。あともう一個かっこいいよ。はい、書いてください。みんなわかるかな、これ。完成した？じゃあ、いっせーのでで開けてもらおうかな。いっせーので。これは何ですか？これかわいいよ。これは、本当にわかると思うけど、ぶどう！ぶどう！ぼきはラーメン。ラーメン。ここが光るラーメンになってんだよね。光るラーメン？光るお皿。あ、光るお皿？こっちはイチゴ、こっちがハンバーグ。ハンバーグ。この紫のはお皿かな。そう、お皿の色。お皿の色、紫のお皿にハンバーグ入ってるの。うん。おお、すごい。1個かと思ったら4つもあったね。あ、あともう1個かけるのあった。本当はもう1個何が好きなの？あ、ポテトね。うん。そっか。今書いていい？書くの？もしかしてこれはマクドナルドのポテトの器？赤は赤いあのポテトを隠ってたからどうなんかなと思ったら赤い箱が箱に入ってるんだね。完成。じゃーん。はるちゃんの好きな食べ物はぶどうとイチゴとラーメンとハンバーグとポテトです。じゃあ次はこはるちゃんからえにしくんに質問はありますか？あります。何にする？もう考えた？何の動物は好きですか？はい、
の動物が好きですか？えにしくん、何の動物が好きだろうね。次の木曜日にえにしくんがその答えを絵日記にして書いてくれます。そしてまた小春ちゃんに質問をくれるので、また絵日記で返そうね。で、ちょっとずつえにしくんと小春ちゃんとが仲良くなっていけたらいいね。遠いもんね、えにしくん。早く会いたいけどね。誰ですか？えにしくん。えにしくんの顔描いたの。にっこにこやね。かわいい、上手に描けてる。来週のえにしくんの質問また楽しみに待っとこっか。ねえ、好きな動物は何かな？パンダかな？カメラかな？ねえ、なんかカメラ。なんでやねん。何かな？ミッフィーかな？ミッフィー。ミッフィー好きな動物、まあウサギちゃんだけど、なんだろうね。でも毎週楽しみにしとこうね。次はカエルの子はカエルチャンネルさんで公開されます。それではバイバイ、また見てね。コハタイチャンネルでした。ベイ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 。